皆さんこんにちは。日本画館の斉藤理恵です。本日はこちらの作品についてご紹介します。こちらの作品は今回の展示作品ではなくて受注生産という形で5倍約済みの作品なんですけれども、こちらはご依頼主様の愛猫を描かせていただいた作品で、姫ちゃんという作品になります。こちらはお客様からいただいたお写真をもとに私がちょっと招き猫化して描いた作品なんですけれども、こちらは日本画の水皮絵の具と岩絵の具を使って描いております。で、背景の一部分と目の部分に蓄光顔料を使っておりまして、暗いところになると光るというギミック付きの作品になっております。こちらの作品のように、ご自宅の猫ちゃんなどのお写真をいただければ、受注の作品もできます。目安といたしましては、こちらサムホールサイズという小さめの作品なんですけれども、こちらですと、展示会のタイミングにはよりますが、だいたい3ヶ月ほどで完成することができます。これ以上大きなサイズや金箔を使うこともできるのですが、その場合は価格が変動いたしますが、お写真をいただければこのようにご自宅の猫ちゃんを招き猫化した作品を制作することができますので、ご興味のある方はヒルトピアアートスクエアまでお問い合わせをお願いいたします。ご視聴ありがとうございます。